はい、オーケンです。今日はオールナイトニッポンについておしゃべりしようかと思うんですけれども、オールナイトニッポン、僕は2回やってんですね。2回やってて、1回目が1988年、大昔だ、やらさせていただきました。この時はね、88年の6月に僕デビューしたんですけれども、大して売れもせずに、なんか、大学は辞めちゃったし、なんかぼんやりした日々を送っていたんだ。で、うさが溜まっていたのか、若さだったのか、その頃、日本放送、有楽町ね、で、サンロビっていうのがあって、サンロビの奥に銀河スタジオっていう、ライブとかできるスタジオがあって、そこで、なんか若手アーティストを呼んで、ライブみたいなのがあったんですよ。公開録音的なものがね。で、そこで僕、むちゃくちゃやったんですよ。ステージから飛び降りて、なんかお客さんに絡んだりとか、あんまさ、お客さんをステージに上げて、なんか突然、なんかインタビューみたいなの始めたりしたのかな。わあ、もうひどいことをやったんです。そしたら、数日後に、事務所の社長から僕自宅でぼんやりしてた電話があって、で、大月、お前、ちょっと日本放送のことでって言われたから、あ、これ怒られるんだと。もう下手すれば日本放送できんかなと思ったんで、出入り禁止かなと思ったんですよ。そしたら、そうじゃない、大月。お前、オールナイト日本をやることになったからって。だって僕むちゃくちゃやって、ひどかったじゃないですかって言ったら、いや、そのむちゃくちゃさが面白いと、松島さんが気に入ってくださったみたいだ。松島さんという方は、そうだな、当時、ユーミンさんのオールナイトニッポンであるとか、キョンキョンさんのオールナイトニッポンなんかをやっていたディレクターの方でね、ユーミンさん、キョンキョンさんはもちろん大メジャーだけれども、ちょっとよくわからない、海のものとも山のものともわからないような若者を連れてきて、ポンと番組を任せちゃうみたいな、そういうチャレンジ精神のある方で、とっても優しい、素敵な方なんですけれども、松島さんがね、気に入ったからって言って、で、僕も、深夜放送大好きだったんで、TBS は、林芳雄さんのパックインミュージック。文化放送は、セイヤングね、吉田照美さんが大好きだった。オールナイトニッポンは、日本放送、タモリさんが僕好きだったな。タモリさん、発売禁止かなんかになった自分のレコードを、丸ごと番組でかけたりとか、すごい攻めたラジオをやってらっしゃってね、大好きだった。それラジオっ子だったので、自分がオールナイトニッポン、はぁみたいなことですよ。当時、1部と2部、今もかな、オールナイトニッポン1部と2部があって、で、2部の方ですよね、って言ったら、いや違う、1部だ。もう、お前1部やることになったから。もう腰が抜けちゃってて、歩けなくなっちゃって、腰抜けた、あの時に。それで、日本放送に慌てて、しかも遅刻して行ったんだよな、なんか寝坊したかなんか。行って、で、その頃、月曜日がデーモン国連閣下、で、一部ね、火曜日がトンネルズさん、で、水曜日が小泉京子さん、で、木曜日がビートたけしさん、金曜日が鴻上尚史さん、土曜日が、マストーヤユミさんのオールナイトだったんだな。で、小泉京子さんが、もう終了になるってんで、僕になるっていう、っていうことですよね。で、ちなみに言うと、水曜日の2部っていうのが小峰孝雄さんだったんだな。で、小峰さんが終わって、元落語家の自称オペラ歌手が、その後を継ぐことになったと。何それみたいな感じですよね。そしたら日本放送に、その時だったかな、たまたま来ていて、元落語家の自称オペラ歌手はね、こんなでっかい、体のでっかい、僕より年下だったかなの若者で、伊集院光さんだった。光ちゃん、伊集院光さんとね、日本放送で会ってさ、で、あの水曜日ありますね、お互いにして、一部二部で、つって、そうなんですよ、つって。いやー、二人でね、もう、いやー、大変なことになっちゃいましたね、どうしましょうって。二人で、伊集院光さんと僕とで言い合ったことがありますね。で、そこから、コーナーを決めたりとか、いろいろあったな。いろいろ衝撃なことがあった。僕、深夜放送っていうのはもう、DJ っていうのが結構全てをコントロールできるかと思ったんだけど、そういうんじゃないんだよね。で、
楽曲なんかもこれをかけたいとか、これをかけたいとか、例えば頭脳警察をかけたいとか、スターリンをかけたいとか、あったんだけれども、楽曲はほぼ、Q シートっていうのがあってね、シートに進行表があって、もう楽曲はほとんど決まってるんだよね。で、自分の曲もかけて、そうすると本当に自分がこれを紹介したいってかけられる曲は1曲くらいだったかな。なんていうのかな。当時しかなかった。もう今ないだろうな。パーソナリティを鍛えるっていうのがあってね。で、こう、インカムをつけてさ、こう、金魚鉢の向こう、コンソールの向こうで見てるんだ。その前で僕がトークするんだ。で、トークしていたら、わーっと喋っていたら、耳元で、OK、つまんないって言うんだよ。本当に人間ね、耳元でつまんないって言われて、面白いこと喋れないですよ。うん、でも、わわわわわってなっちゃったんだけれども、まあそういうふうに鍛える方だったんだな。その後に僕は菊池さんという方がディレクターになって、菊池さんもまた鍛える方でね、時間読みできるようにしろよって本番中に怒られたね。耳の中で。本番中に時間読みできるようにしろよと言われて、面白トークできる人もまだいないし、時間読みができるようになる人もいません。でもすごく鍛えてくださったんだな。今となってはありがたいと思います。それで僕ビビっちゃってね。でね、ああ、いろいろあったな。あまりにもビビっちゃって、これ一人じゃ無理だと思って、松島さんに、インディーズでやってる友達に、人生という、とてもトークの面白い奴らがいるので、彼だと一緒にできませんかって頼んだんだよね。石野卓球さんには電話して当時ね。で、一緒にやろうよって言った。で、卓球君は、そんな話があるなって言ってくれたと思うんだな。でも松島さんが、いや、そういうんじゃないんだよ。OK、一人でまず頑張ってほしいって言われてね。だからあれは本当に、卓球君には悪いことしちゃったなと俺今でも思うんだよね。なんか勝手に気弱なでそんなこと言ってさ。でも、その後、人生は電気グルーヴと名を変えて、電気グルーヴのオールナイトニッポンが始まりましたもんね。で、人気番組になったんだから、本当に電気グルーヴはすごいよ。すごいし、ある意味僕も先見の明があったかも、わからんよね。それはどうだかわからないけれど。それで、どんどん刻一刻と、オールナイトニッポン、やる日が近づいてきちゃってさ、まあ結果から言うと僕は惨敗だったな。ひどいもんだったな。緊張しちゃってあわあわしちゃってね。あれだな、日本放送行くのにさ、丸の内線かなんかに乗って、中野の方とか高円寺、そっちの方からな。で、銀座で降りるんだよな。銀座で降りて、ずっとこう歩いてってさ、有楽町の日本放送まで歩いていくんだ。もう、あれがもうトラウマになるぐらいドキドキしちゃってさ。で、第1回目の放送が終わって、なんかその時はカーってなってるから、面白く喋れたなと思うんだけど、ちょっとしばらくして、あ、俺ダメだったな、何も喋れなかったと思うわけだ。それで、日本放送からさ、出て、もうその頃送迎もないから、あれ、でも夜中だから、タクシーで帰ったのかな。でもなんか、途方に暮れて、その深夜3時の、なんか、有楽町のあたり、日比谷とか、銀座とかのあたりを放浪さまよった記憶があるんだよな。で、イヤホンで、こう、日本放送の2部を聞いたら、2部の伊集院光さんが、もう、水を得た魚のように、うまい、もうさすが、もう、そりゃそうだよ、伊集院光だもん。ヒカルちゃんがすごいうまく喋っててさ、ああ、ヒカルちゃんはこんなにうまく喋ってんのに俺は何もできなかったっていうね。なんか、その打ちひしがれた感じ、もうちょっと忘れられないんだけれどもさ、ああ、そうだな、オールナイトニッポン始まる前かな。始まる前ね。水曜日の深夜、一時が来て、その前が上柳正彦さんがやってらしたんじゃないかな。上柳さんにもう大変ですよ、僕。こんなの始まっちゃって、つって、まあ頑張りなよ、みたいな。松島さんもすごい乗せてくれてさ、大丈夫だよ、OK ならできるよ、みたいな。刻一刻と時間が近づいて、それでね、僕ね、これまあ本人も書いてあれなんだけど、これやばいな
と思って本当に緊張マックスでさ、酒飲んじゃおうかなと思ってね、飲んだかもしれないな、ビール1缶ぐらいは。そのなんかちょっと覚えてないけど、有楽町のさ、日本放送のちょっとすいませんトイレ行ってきますとか言って、トイレ行ってさ、そうじゃその頃ね、そう、ここだけの話だよ、もうね、見てるあなたにだけ教えますけど、そうだね、どうした？あー、でこの続きはまた、オールナイトニッポンの思い出でまた改めておしゃべりしますね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ